の世紀です。あいにくの雨ですねそうですね午前中はなんとかまあ曇ってはいましたけどうん、うん、午後ぐらいから次第に雲行きがねうん怪しくなりましたねなんかちょっと持ってくれるかなって思ってたんだけどね、うん、落ちましたね だいぶ冷え込んできましたからそうなんですよね寝てほしくなかったんですけどまあまあしゃあないなんかもう今日あなたもこもこですね今日ね寒かったのよね朝から朝からうん。もこもこしてますまあもこもこしてるのは服だけではないですけどねあの僕のお家のですね何布団と全く同じ素材あこういう布団で寝てんのそうそうそうあったかい感じ だからね布団にくるまれてるみたいで常にちょっと眠いっすよやっぱあそう、うん、ふざけてるねそういうあなたは何ですか今日の柄はなんか目チカチカしますけどこれですか、うん、これは何柄なんでしょうね何でしょうねこのパッとしない青は買ってきたばっかりですねこれねあ、お乳ですかお乳なんですよそれは失礼しましたいや、うん、お互いね洋服のチェックから。うんうん そうですねラジオ始まっていきますけれどもい、うん、いいんじゃないでしょうか、ね、いや僕はそんなことないですよ, <laughs> 何かよあなたを見ると <laughs> お家を思い出すなっていうところですからいや僕だってあなた見たら名チカチカするって言ってるだけですからなんかね僕のシャツに何癖つけるんですよね <laughs> 2>, 2着目なんですよこれでえあそうだっけ何癖つけられたのは。あそういや別に僕人の服そんな何癖つけないですよ うん、うん、ただ今日ミミリーのチェックとあなたのチェックはだいぶ差があるなと思っただけでそうだなあでも女性の皆さんはちゃんとあの下のズボンと上着なんかのこのコーディネートなんか多分考えてるんですよああ考えてると思うわこの辺、うん、足元とかさうん、うん、ワンポイントでこうハンカチだったりとかでちゃんとやってると思うんですけど <laughs> どうですかあなた男そんなことあんましなくない ズボンもずっと一緒でしょ？違うよ。え違うの？おうん。え今日なんつかした？え作業着ですか？これ。これ？うん。 パンツスタイルあんまり見えないんですよここからねいやーうもうねズボンだけで僕10ぐらいあります10ぐらいマジでいってるそんな履くこれでもう断捨離した方なんですけどうわーまあねなんか違うやつずっとジュングリジュングリ着てた方が長持ちしたりするんでしょ、うん、俺つけ出したらもうその週ずっとジーパンとかさあ<ー>その週ずっとチノパンとかだからさはいはいはい よくないのかねこういうのね。今日あれだ。今週知の知のウィークだ。そうそうです知のウィークです。知のウィークが合ってましたあってました。そうですかそうですかさあ先ほどまでねあの広げフェアの中継を FM 小座では2時間はいやってたみたいで。はい昨日から行われておりますあの広げフェアのですねお出かけ放送出張放送を。 でプラザハウスの方から午後2時から4時までタースティービーさんと<お>そしてアジラジ木曜日アシスタントのヤラあゆみのコンビで2時間お送りしてたんですけど<ー>まあ現場盛り上がってましたよ。 お客さんもいっぱいでねちょっと放送始まる前に雨が落ちましたもんですからちょっとどうかなと思ってたんですけどプラザハウス屋根付きでね1階から3階までたくさんのブース出てたんですけども人もたくさんでねラジオを足を止めて聞いてくれてる方も大勢いらしていい放送になりましたよかったですねただスティービーさんとやらあゆみあんまり今まで絡んでなかったんでしょうねが ああまあ、まずスティービーさんが「グッドモーニングコザのミスタースティービーです」って挨拶したんですよ。そしたらやらゆみが <laughs>「何ですかそれ」っつってた <laughs> ちょっと会場どやっとしたよね <laughs> マジで。 何言い出してんのこいつみたいな <laughs> あなたねっつって、まあ、僕ちょっと突っ込めませんでしたけれどもまあそんなこんなでまあ後半にはね息もぴったりでいい放送できましたけれどもねやら歩み節が出たなという <laughs> ところでございましたけれどもね。はい <laughs>、はい、ということでこの時間からはね、えー、夕方6時まで「あじくターラジオ」聞いていただきたいと思いまます、はい、この後生放送送時56分までお送りします。 1978年世代には懐かしいジャミロック・ワイのたまらんなこのイントロな PV がねすごい今でもインパクトに残ってますけれども死に狭かったんやこの PV でねあのジャミロック・ワイの,あの,この帽子これもねめちゃくちゃ流行りましたけれどもねえ今日のオープニングはジャミロック・ワイで「バーチャル・インサニティ」 アジクー,ターラジオ週末金曜日この放送は「お母さんの幸せそれは家族の幸せアイレディースクリニック」株式会社ティーダカンカン不動産株式会社上進組」以上各社の提供でお送りします。 さあ3月10日週末金曜日「アジクーターラジオ」今日も沖縄市中央パークーベニュー入口からの生放送となりますお相手は DJ モーリーとイラミナセイキですさあ3月の10日というところですけれどもえと今週はまた高校入試がね えー、<ー>昨日まで2日間かな？水木とありまして、あそうかで、明日中学校で卒業式のところが結構多くあるみたいですね。はい、うんあ、明日ね。うん、うん、うん。あ卒業シーズンね。先週高校が終わったばかだかね。うんあ、卒業式、卒業式あなんか思い出ある。うーん、そうですね。 中学校の時の方が覚えてるかな。あ,あ、中学の卒業式？あのつい最近って言ったらみんな高校じゃないですか。 まあそうだねなんだけれどもうん、うん、インパクトという印象の子っていうのは中学校ですかねあそううん,、えー、なんでなんかあったのいやもう今ではねもちろん禁止されてると思いますけど、うん、このメリケン校とかがすごいあのタクシーで運動場まで運んでもらってでそのメリケン校かけるかけないの騒動の時に、うん、グランドでみんな同級生集まってたんですけどはい 卒業証書受け取ってみんなグランドへみたいな。うんうん、でそうするとあの多分保護者なんでしょうね。<laughs> 保護者のお父さんが、うんえー、金網乗り越えて、うん、バット持って、うん、あのいったヌーソーがーという話になったんです。ええー、何それ。まいったらうちの息子がどうやらまあ小麦粉とか使い寄るからっていう話を聞いて、うん、ま言ってもたってもいられず乗り込んできたっていうのがあったんですよ。はあ 小麦粉やるなんてとんでもないという気持ち乗り込んできたわけでそれでもう一騒動なって結果的にはそれ使わなかったっていうね話なんですけどああそのじゃあ一人の保護者のおかげで、うん、おかげためにだもうあの時のお父さんのこの姿も覚えてるしまさかこういう展開になるなんてっていうねところですからね なるほどね、まあ、言っても、うん、お父さんだからねお友達のね、うん、あんまり無限にもできないしね、うん、お父さんにメリケンコをかけるわけにもいかんしな <laughs> そうなんですよあそうあそういう事件あった、まあ、僕らの世代は卒業式はメリケンコを結構やってたからねうん、あなんかそれが普通というかみんなやってるからみたいなノリではあったんだけどねもうあんまり世界わからないからねっっらね<笑><笑>そうそうそう もう上の先輩とかかかか同級生ぐらららいいまでしか分からないでしなすからねうん、うん、先輩がやってたら僕らもやっていいんじゃないかみたいな、うん、そういうノリでしたからねでもあんまよくないよね言ったらね、うん、今振り返るとね、うんうん、よくないよくないもったいないのにもそうそうもう一番それ <laughs> あの学生服にしても、うん、あのこの小麦粉メリケンコにしてもさうん、うん、もったいないななと思うあ,のあれよ目立ってる連中はさ、うん、小麦粉もそれは掛け合うけどうん そうでなないい人るるからなるほど俺の友達にもちょっと自分でかけてたやついたからねあかからないから <laughs> <れ>自分でちょいちょいちょいっていいと思うでもさ<う>やっぱ自分に向けてのエールですよ言ったなるほど。グラディエーションですよマイグラディエーション <laughs> グラディエーションか いやでもあの厳しくなってるみたいですねあの学校内でも花束もちろんあげてもダメだし外でもこれダメですよとかねなってるみたいですけれどもねなそれがいいのか悪いのかっていうのはちょっと今置いときますけどねやっぱ時代変わってきてるよねはい。さあメールも来ていますがベルプラマスクさんはい。どうもベルプラマスクですやらさん頑張ってましたねいつもと違うやらさん良かったです えー、終わりかけしか聞けてないな、正規さんも出ていたんですかといただきました。あい,えいえいえ、僕は全然、ちょっと現場のスタッフで聞ってたんですけど、うん、何もやることなくて、ずっと立ってました、まあ、ただ、やらっちはいつもより化粧はばっちりしてましたけどね、あ本当、えーえー、じゃあ、よそ行きの、うん。で、突っ込まれてたんですよ、スティービーさんに。ん いいつも化粧こんなな感じですすかかみたたまま聞きそういうところもずばっと聞いてたんでただやらっち本人はいやいつも通りですよって言ってたんですけど多分違いますねあじゃああれだよせゆきよせゆきアジラジオはもう自宅だもんあれささもう言ってもラジオだからっつってまあほぼ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 ノーメイクなんじゃないですかわかりませんけどへえやっぱ人に見られるからなんでしょうねあんな寒いとこでうん ちょっと薄着ででおめかかしししてましたからあ,あそうすさすがやっぱり見られる人は違うなとまあでもあれですねあのなかなかスティービーさんと絡むことってもねないじゃないですか、うん、ないね,ねそんなこんなでうん、うん、今回初絡みか,かそうみたいですねなんかそういう話もしてましたし<ー>、まあ、スティービーさんの番組のことも全く知りませんでしたし淡々 <laughs> 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 と淡々とというかまあ楽しく楽しく。 あじゃあもう色の白い方と色の黒い方が番組進行やってたってことですねうん、うん、そういうことです、ね、なるほどねでも本当お疲れ様でした、はい、もう今もう終わってますからねあじゃあもう帰るのかなそろそろねもう多分撤収入ってると思うんでまあ帰りかけに聞いていただければと思いますけどはい <laughs> えー、沖縄市の方では第15回の工芸フェアということでえー、今日が2日目で明日が3日目で、うん、最終日が日曜日となっておりますぜひ皆さんも沖縄市久保田のプラザハウスショッピングセンターに足を運んでみてくださいさあ今日は週末金曜日えー、この後ゲストも来ますけれども今日の番組のテーマはですねフリーで行こうかなと思います <laughs> はい。おい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 、はい、アジラジだろうこれ <laughs> そうだよアジラジフリーってあったっけ よくあるよあよくあるんだ。うんうん、あそうなるほどまあたまにはいいでしょう俺初めてだフリーあそうですかアジラジでフリーはいや僕は何,何度か経験ありますよ<笑><笑>と,とうとう思いつかなかったわけですか <laughs> いやいやいやもうフリ,ー<え>フリーですよ今日あまあ週末ですからねはい、はい、そんなテーマにとらわれずうん フリーで行こうと、うん、いうことですか散、うん、らよ <laughs> 我慢できんかったよ今いや。何やぼーとした顔でこっちうんうんってうなずいてる場合や <laughs> もう早くコーナー行きなさいよもう。<laughs> えー、全く週末金曜日、はい、今日の番組のテーマ、はい、フリーでお送りしていきます さあ今日もやってきましたメッセージのコーナーですこのコーナーはアイレディースクリニックの提供でお送りしていきます、えー、今日の沖縄タイムスの社会面の中に書かれていますけれども三級、えー、アマ無線小学校一年生、えー、稲塚さん合格というねそういった話題を紹介していきます2月に実施された第三級アマチュア無線技師の国家試験に 小学校1年生の稲塚歌さん7歳が合格しました日本アマチュア無線連盟研修部によると中学校卒業程度以上の知識が求められる3級試験に小学校1年生が合格するのは快挙だということです歌さんは昨年8月第4級に合格11月の3級試験では不合格でモールス 論理回路とか問題がレベルアップして難しかったと振り返ります解けない問題は NHK アナウンサーで第1級アマチュア無線技師の資格を持つ父親のキイチさんに聞き力をつけたそうです試験には小学校1年では習わないような掛け算や割り算回路図の理解などが求められるが問題集を何度も解くうちにスラスラできるようになったとケロリとした様子 3年生までには2級に挑戦するとの目標を掲げておりいつか無線で地球の反対側の人とお話をしたいなブラジルとかと笑顔で話したそうです。はい、ということで、えー、現在小学校1年生なんですけれども中卒以上の知識が必要な、えー、第3級アマチュア無線技師の国家試験、えーうん、なんとこの歌ちゃん歌さんが合格をしたと。 いうことですね。はあ、すごいね。国家資格、あ国家,国家試験、国家試験。ああああ。あ,あの小学校一年生って言ったら、うん。変な話、ちょっと前までは、うん、保育園の年長さんなんですよ。まあそういうことになりますね。ねえ。うんうん、で、そんな女の子がまあ中卒以上の知識が必要のこの試験に合格したと。はあ、なんでよだな。すごいですね、うん。ちょっとなんでよしか言えんやさ。だって だ小学校1年生の教科書なんてさ「うん、おはようございます」的なやつだろよう分からんけどまあ国語算数理科社会ですかね<笑><笑>どこにアマチュア無線が入ってくるばそれ、まあ、自分が好きでいろいろ勉強されたんでしょうけど、うん、いやもうこれもうだからそう考えるとさ小学校1年生だからとか、うん、保育園生だからとかって 子供あんまりバカにできないね。いやもうねもう言ったらいつ何を始めてもいいっていうのはまあ世の中的にあるじゃないですか。まあね。うんうん、でも子供のその感性で例えば。 あの詩を書いて <うん S 1> でそれが絵本になってうんうんで作家デビューだったりもあるわけですからあそうなでまたお父さんが NHK のアナウンサーということもあってはいはいでその辺のこの難しい問題等々はいろいろ確認をしながらねうんうんえ試験に備えていたということらしいですねお父さんも嬉しいはずねう <ん S 2> そういったお父さんの関わるような仕事また資格について興味を持ってこうやって取ってるわけですからね。<うん S 2> ちょっと将来楽しみな 歌さんですねでしかも今、小学校1年生でうん、うん、え次がもう4月で2年生だと思いますが、はい、3年生までに2級に挑戦するという目標もすでにもう掲げているとということなんですね頑張ってほしいな俺小2の時小1の時か目,、はい、目標何もなかったからな。<laughs> まあど,どんな目標だったかなってちょっとね <laughs> <もう S 1> 思い返すのも難しいですけども、ね、何かの試験を受けようなんても思ったことないからねもういえばね出されたまあまあそういうのはもう学校だからなんつって。 まあそこまで深くも考えなかったと思うけどね、うん、いやー驚きますねだからこの見据えてる先は地球の反対側の人との無線でのおしゃべり、うん、まあブラジルとかねうん、うん、もうこの南米系のこう皆さんとのこうまあ無線のこう勉強していつか会話したいという、うん、いやー叶えてほしいっすわまあ子どもの可能性を本当にちょっと。 目の当たりにするニュースですね、うん、そうですね、うん、えー、今日の沖縄タイムスの長官の社会面の中から紹介いたしましたメッセージこのコーナーはアイレディースクリニックの提供でお送りしました さあアジクルタラジオ週末金曜日、まあ今日久しぶりにフリーでお届けしていく金曜日となっておりますさあフリーですけれども、うん、フリーなんかかありますかフリーねフリーならフリーでいろんな話できるからいいっちゃいいけどさ、はあ、そうなあ何それあじらじらしからぬ最近どうみたいな話してみるあ,あいいんじゃないですか <laughs> そう,そう、うん、まあ言ってもあなたはもう1週間喋ってきてますからね あ,でもあの喋ってないこともあるんで一応ねああネタとしてしゃ喋れないことでいいんですかそれいやもう喋っていいんですけどはい、はい、テーマ掲げてるんでうん、うん、なかなかそこにあこの話してもなとかあ,、はあははあ、まあまあなるほどね、まあ、テーマがあると、うん、そういうふうになっちゃうわけあそう何一週間どうでしたあ,あのねうちの娘の話なんですけどトイレがばっちりできるようになりました <laughs>、はい あそう 2> 今2歳と8ヶ月ぐらいなんですけど、えー、もうあれですよ、えー、おむつをはかなくてもいける、うん、過ごせるあそうえ何それ普通2歳に8ヶ月でい,いやまあ順調だと思いますけどだただこう本当につい最近までもうおむつがないとって感じだったんですよ、うん、いやなんか普通そうじゃないかなって思ってるけど俺ね でも高校最近の,その娘の成長が著しくてそ,へーなにそれ学校とかかでも教わるのかねまあ保育園でね保育園制サイズのこの便器があってちっちゃいやつかなそこであの自分でできるようにって教えてくれるんですけど、うん、まさか大人用の,その便器にこうまたがってから、うん、ちゃんと、あのー、おしっこもうんちもやるんですよ。 お利口さんだねで流したあとの,の便器の上の方からちょろちょろ流れるミスで手を洗って、えー、布で拭くみたいな布で拭くっていうところまでできてる <laughs> あそうかそうか <laughs> まあちゃんとそれ洗ったら拭くっていうことも覚えてるわけなそうすごいじゃないだら僕ら大人からすると、うん、トイレっていや自分でできるさって感じなんですけど <laughs> まあい,いつからできるようになったのか覚えちゃいないけどね,ね、うん、できなかった 子ができるようになる瞬間を目の当たりにするっていうのはすごい衝撃ですよやっぱその小さい頃の成長ってびっくりするじゃんね親ですら、うん、毎日会ってんのに、うん、どうする地球の反対側あの人と話してみたいブラジルとかって言い出したら ああ、もうスカイプ。スカイプ。や、待てや。そこはアマチュア無線じゃないばや。<laughs> いや、すぐ頼ろうとするなやすぐスカイプ。今時かや。マジで。<laughs> スカイプ使えた。すごいけども、<laughs> あそう。あら、まあ、あなたの娘さん、たまに、まちょいちょいね、会いますけど。はい,はい、はい。 あ,あ、まあ、そういうこともできるようになったんだね。そうなんですよ。これが嬉しくてね、おじさんも嬉しいです。あ、そうですか。それもおじさんも嬉しい。いや、もうあなたのところもね、そのうちですよ。あ,あ、もうきっ聞いてくださいよ、義母さんも。なんですか、今の、たあっていうの、悲しいんですよ、おじさん。確かに。確かに、違うよ。もっと上手くできるよや。いや、できないよや。や <laughs> <laughs> やるかや。危なっ。<laughs> こいつ、一言で落とし入れようって、いや、実はね。はあ、あの、まあ、じゃ、ぼ、僕もいいちょっと娘の話して。はい。 保育園決まりましてお<ー>でこの間面接に行ったんですよえー、まあ娘と、うん、嫁と、うん、まあ僕も時間あったんでまあ面談だ面談面談っていうのかな入学前のねうん、うん、で「いや俺絶対行くから」っつって<う>時間作って行ったんですよおやる気出してそ、うん、したらもうなんか心配でね いやだってさ今まで家にしかいたことないのよ。それを人に預けるってもう父ちゃんあなたも経験してるから分かると思うんだけどでねもうどんな学校なんだと。うん。保育園なんだと。うん。俺の娘を預かる先生どんなやつらなんだと見てこようと思って目ギラギラして行ったわけですよ。そしたらさすげえいい人たちなのよまた。 そそりゃそうですよ俺安心しちゃってさうもう早く学校行かないかなっつって<う>逆に今そう思ってます本当にって,っていう話だ <laughs> うわもうそれが今週あったもんだからさあでもよこの保育園に預ける預けないって,って、うん、まあどれだけこの お家で過ごした期間が長かったりとか僕らのところ短かったんですよ行ったらどのぐらいで預けに行ったの ?7 か月ぐらい早っあそうなのでああじゃあうちがちょうど11か月になるからあれなんねうん<ー>まあまあうちは遅い方なのかも分かりませんけど、ね、いやでもあのもう子供からすると最初のもう人間関係のね、うん、一歩ですから行ったらまあなあ<ー>必要なことなんだけどね、うん、俺ずっとあの老化ささくれとかないよなとかうん ドア指挟まんなとかはははいいい玄関の段差これで大丈夫かとかそんなとこばっかり気になっちゃってあの確認ですけどモンスターですかあなた何ですかモンスターモンスターペアレンツですかもしかしてなるかもしれんやつさ俺いやいやもうその辺もちろんクリアしてますからそうはい安心して預けてくださいなんかか熱と出たら あのお嫁さんに「うん、嫁の方に電話しますね」って言うから「うん、僕にもしてください」って,ってお行ったどっちかというと「僕時間あるんで」すってお<ー>言って「あそうですかじゃあまあ」ったらまあ嫁が「いやいや私だけでいいんで」っって「<laughs> 私から連絡しますから」って「<laughs> あそう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 ねそうね <laughs> っっ」なるほど,な,るほどなんてこんなやり取りもありながらね。 ありま,したけどねまあでもでもあのお互いのね連絡先を保育園が教えてもらってる方が保育園としてもありがたいですから <laughs> まあまあねまあね、はい、まあまあちょっとでも父ちゃん心配だなっつってねそう思ったわけなんですよ <laughs> さあということで一旦 CM いきまして <laughs>、はい、その後ねゲストの登場です「レジグたスタジオ」 みんなみんなだじだじかじれたくだいただじよみんなみてねーバイバーイ さあ時刻は4時34分になっています生放送アジラジこの時間ですねゲストをやってきております、えー、じゃあそれではまあ今回初登場だと思いますので、はい、それぞれのねを口の方から自己紹介をよろしくお願い致します、はい、自分たちスカイピースっていうユニットを組んでいます自分がトミーと自分がユーヒって言います二人地元が一緒っていうことで、はい、じゃあユニクユニットを組んでみようってう。 まだ一ヶ月ちょっとしか経ってないんですけど、これから頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。あの先日ですね、あの沖縄市まあ僕の地元の先輩にあたるキャン一志さんという方が、あの三振のね、おなじみのキャンさんのあのまあ後輩ということで、披露宴の司会僕がさせていただいて、でこのキャンさんがまた三振であのまあカチャとか演奏も含めてやってたんです。でそこで今回 初めてのコラボレーションしようということで、青年会の後輩なったるのかな、キャンさんのね。地元一緒で青年会つながりで今回コラボしようという形でコラボしました。でそれでこう三振とこのまあラップを含めて。ええ何それ。あやったわけ。はいやりました。うわあめっちゃ気になる。面白いね披露宴で。え披露宴その。 キャンさんの披露宴がキャンさんの披露宴ではないんだけどキャンさんのまああの以前一緒に職場が同じだった人が披露あげましてでそこでこうじゃ今回チャレンジしてみようかということでキャンさんとのコラボレーションを実現した二人なんですけどもう結成が一ヶ月ぐらい今まだ一ヶ月ちょっとぐらいですねはあそうなんですよで舞台に立ったとすごくない急ピッチで 結婚式披露宴まさかと思ったんですけど <laughs> <laughs> だよな慌ててじゃあぶ大きな舞台での、まあ、歌っていうのはあの披露宴が初めて一応前,前回も披露宴だったんですけど披露宴つながりでなんかまた披露宴かみたいな <laughs> <laughs> なんか縁があるのかなと思って<ー>すごいね、まあ、おめでたい席ですからね、はいうん ああそうえー、じゃあその2人は、えー、2人でやるユニット組んで1か月ぐらいで、はい、まだ1か月ぐらいですえ何それ練習とかも定期的にじゃあ一緒にやったりしてるわけ、はい、えで今ねバックでこう流してるんですけれどもあ,あ,あのその披露宴の時も、うん、まあ2曲3曲ぐらい歌っていただいたんですが、うん、どんな曲がありましたっけ、えっとまあ、披露宴とということでこの結婚式の に新郎新婦に対しておめでとうっていう、うんまあ、めでたい歌、自分の中で書いたんですけど、うん、これとあと一つが親に対する感謝の気持ちっていう内容で歌を書いて2曲、オリジナル曲を2曲と 2>、うんうん、1>, 1曲はビギンさんの「軽石の夜」を歌いました。あ 完全に披露宴に向けて、はい、やると思ったこがしかったです。まあ、でもねちゃんと感謝だったりとかその披露宴に合う曲を作ったってことは歌詞なんかもねちゃんとこう考えてらっしゃいますから。もねあのなぜそういった音楽を目指してんの自、うん、自分自分はちょ自分が中学校の時に 前、別のメンバーなんですけどレゲエっていう曲ジャンルがあるじゃないですかそれで一応ユニットを組んでてやってたんですけどまあ解散してで結構経った後に今の夕日と出会ってじゃあまた一緒にやるかみたいなそれから始まりですトミーと夕日は俺ね今いくつなの 自分が今年24で自分が19になりますえっそうなんだわけ本当にもう地元の先輩後輩で青年会も一緒なんですようん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 ちなみに青年会はどちらの青年会合わせ第3青年会なるほどじゃあサーもやりながらちょっとこうサー離れたらまあこの歌もやるとへえ何 いや一応自分も中学校の頃から、うん、一応この有名持ってて、うんうん、でちょうど同級生のお兄ちゃんなんですああ<ー>、はい、そういうことか,ううかあじゃあ昔から知ってはいたんだね<で>まあその青年会でもあるんだけどそれで同級生が話してたんです で自分のことをこんな夢持って,、ま、ってるっていう話、うん、聞いてるよって言われたんです、うん、でそれでこの青年会入った時に歌やるかって話になったんですああそういう話出たんだ、はい、それからじゃあやってみようっていう感じで、まあ、この前の披露宴も <laughs> 急,急遽きと均さんから連絡来てうん、うん、コラボしてみようって言われて、うん 一回もやっったたことなかったんですよ、うん、前も活動してるときに別のジャンルでっていうやつうん、うん、どんななるのかなってウキウキワクワクしながら <laughs> 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 まあ結構いい感じにできたんじゃないかななるほどねえこうやって夢が、ね、持ってるということで、うんまあ、友達の兄ちゃんでありますけど <laughs> まあ今、ね、ユニット組んでますからね <laughs> じゃ今後ですけど、はい、どうですか沖縄市でのイベント。 絶対ですもう一応もういつかはなんですけどちょ今こうラップ調とかこういう歌を作ってるんですけど、うんうん、もうなんかいろんなジャンル問わずに、うん、いろんなジャンルで活動していきたいと思ってるんですよ夢を。 なんかもう昔ヒットした歌とかがあるじゃないですかそれを今の若い世代が知らないじゃないですか、うんうん、それを今風にアレンジして昔の曲こんないっぱいいい歌あるよっていうのも自分の中でアレンジして曲を出していきたいと思ってる、ねうんうんうん、2人なりのカバーして知らせていくということね。うんうんはい あのぎぼさん司会席で、あの二人の舞台見られてたと思いますけれども、いかがでしたか。あの初めてと思わなかったこの、そう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 。もうなんかユニット組んでて、まあ何ヶ月なり一年で経つんだろうなと思ってましたけど、まあでも今のお話ではね、まあ一ヶ月、あの時結成二週間とかって話ですから、そうだったのっていう、ちょっとびっくりしてますた。そう。やっぱり二人のその歌の。 その対しての舞台の実力っていうのはもうやっぱり人にそう見えるぐらいのやっぱり迫力があったということなんでしょうね。うえすごい、ね、聞いた、ね、まあ今後ねあの沖縄市のライブハウスとかで、はい、飛び込みでできたりもね、はい、そういうチャンスもあると思いますので、はいはい、じゃ頑張ってください,、はい。ありがとうございます。じゃあ,あの二人ずつまあ一人一人でいいですけどもあのじゃ小澤の皆さんに一言ずついただきましょうかね。と 自分たちスカイアンドピースまだ結成して間もないんですけど、うん、これからいろんな舞台に立って、いろんなみんなにメッセージ性のある歌詞で伝えていきたいと思いますので、今後よ応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいじゃあ最後はユーヒはい。えっとまだ、えー、スカイアンドピースよろしくお願いします。 はいということで <laughs> まあ十九歳と二十四歳のねコンビでありますけれども <laughs>、はい、まああの今後もメッセージ性のある曲を作っていただいてまたその時にアジダジにも遊びに来てくださいはいよろしくお願いします,ししますありがとうございましたありがとうございます,、はい、いますこれから送るぜ頑張れ さあアジク歌ラジオ週末金曜日生放送をお送りしています、えー、スカイピースの、まあ、若い二人に来てもらいましたけれども、うん、いやーあの初う々しい感じがねだからなーいいなーあなたもああいう時代ありました、はい、ありましたよ、あのー、それはありましたよ本当にああいうなんていうんですかちょっとこう緊張でさ言葉がなかなか出てこなかったりとか、うんうん、いや今でもそうですから僕。 言い方考えろそうですかありますよそりゃ僕なんてもう当もう彼らみたいなもんですかもうんもうウィウィしさで売ってるみたいなもんですからウィウィでウィウィでもうねえわこれ以上そうでもまあ年がね離れてはいますけど地元の先輩後輩で普段は青年会の活動もしながらでまあ 今日のことはきっかけで、うんまあ、歌をこう志してうん、うん、でユニット組んで<え>今もう動き出したばっかりですからね。 いやー応援したいね、うん、やっぱり、あのーまあ、ことは沖縄市に関してってわけではないですけども、はい、こうやって青年会の仲間でまた青年会を飛び出して何かやろうっていうのを素晴らしいと思うね、またいろんなところでちょっと見かけたら、うん、あの声かけててあげてほしいですねあのコラボレーションとかして、うん、実際にそのユニットを組んで名前を一人だけじゃなくて二人だった三人で代表出すさ、うんうん、でプログラムにされて。 どうぞって言われて出るっていうこの一連のんていうの流れってあるじゃないですかなかなか経験できないですからねできないとまず一人でできないからそういうことやっぱ仲間がいないとねできないですからね頑張ってほしいですねそうですね応援してますさあ今日の番組のテーマフリーということですがこちらいきましょうラジオネーム「昼間の奥さん」「ジクーターの皆さん「はい」たい「昼間の奥さん」だけど聞いてる ちょっと、寒いんだけど、えー、夜から雨って言った、言ったさ。だったら明日は晴れてよね。そうです。次女が小座中を卒業するので、<お>明日は安村製菓五夜店お休みですよ、えー。メリケンコは誰も買いに来ないので、あれはもうダサいのかもしれないですよ。えー、科学も進歩しているので、片付けに困らない何かを掛き合うのかな。おい、中学生。 日が暮れてこっそり内輪だけで数字の道に集まるのよ。目立ちたいんだったら、チリバサミ持って掃除したらもちろん新聞にも載るさ。とにかくおめでお、おめでとうってよ。えー、大人の皆さんも卒業生を見かけたらおめでとう言ってくださいね。えー、子供たちは見られてると感じたらやばいことしないんじゃないかな。なるほど。はい、ありがとうございます。えー、次女か。うん。講座中。はい。卒業。 おおおめでとうございます。おめでとうございます。い,いいいすね。中学生。うん。目立て。うん、<laughs> そうですね。うん。数字道に集まるなよと。チリバサミンディ。お <laughs> 久しぶりに聞いたぜ。<laughs> チリバコチリバサミン。<リ>はい、使うけども。そうですね。あのー、まあいろいろまた中学生なりの何か目立ち方であると思いますから。うんうん いい方向で頑張っていただきたいですね。なんかあのーはい、選択肢を増やしてあげたいなっていうのありますよね。そうね。さっきも話した話したじゃないですか。うんうん、同級生だったり先輩と親ぐらいしかわからない世界が、うん、あ違う世界もあるんだなとかね。あそういうことね視野を広げるじゃないけどこういうこともあるんだよああいうこともあるんだよっつって、うん、大人がこう指示していくっていうことね。うんうん、いいことだと思うね。 だこの数字に集まるだけじゃなくて掃除して誰かのためになるとかさ、うん、誰かが喜ぶからやった行動とか、うん、そういうのがなんかこうもっともっとこの中学生とかねに見えてくるとまた行動変わりますよね多分ねそうだね、うん、数字に集まるのは楽しいのは分かりますけど秘密っぽくてね秘密っぽくて、うん、もっとオープンの方が楽しいよもっと。 ただ彼らそれまだ知らないと思いますけどね。なるほどなるほど。もう本当義母さんのおっしゃる通りです。はいはい。お珍しいですね。何がよ。おっしゃる通り。はい。お。いやいやいや。あなたは勘違いしてるかもしれませんけど、意外と僕あなたの意見にはそうだねって思ってんですよ。あそうですか。そうそうそう。内心は。内心内心。な内心オープンにもそうそう言てますよ。あそうですか。義母さんが言うなら間違いないっすって言ってる心の中で。うん。あ外にも言ってるよ。あそう。もういろんな人に。お。義母さんが言うなら間違いないっすって。 こここれれ呪呪呪文文文ででですすすすすすかかかか定義はレベルの低いいいいいよぐぐ言言言えるるさささんんがうううななららら間違っっっててて安心しくだ大丈夫どとや軍団チースリ「今日はフリーだわけフリーってあれよメールしにくいわけよいわゆるトークのお題を振ってくれ的なあれさ」。 難しい案だよなということでは,<ー>はい、フリーに弱い、うん、あいや実際そうかもしんないね、うん、いやメールを送りやすくあの皆さんのお話を伺うためにメールテーマって、うんうん、はい、はい、トークテーマって設けますからね、うんうん、ただ僕らが話しやすいかどうかっていうのもあるっちゃあるけど基本的にはリスナーのためのものですから、うんうん、それをフリーにするとはあなたいやでもさ面白いのがさ僕テーマ設けるじゃないですか、はい、まあこんな メールが届いたか言いますけどもう「はなんでこのテーマだば?」とかさ「これ前も」とか出てくちょいちょい出てくるんですよ。フリーにするじゃないですか送りにくい場合なっていうのくるんですよ。死にまだな僕は本当にもう「食った」後は絶対言わないですよ絶対言いませんけどただこうねフリーにしたら下で。 こういうメール届くんですよやっぱり。ああそういうことね。何しても言われるんです。どっちにしてももう言われちゃうわけ。はい。ああまあでもいいことじゃないの？うん。そういうメッセージも来るんだからさ、反応がね。うん。ありますから。どうなんだろうね。あなたどうどうですか？うん？トークテーマを設けた方が喋りやすいのか、フリーの方が喋りやすいのかって考えたことあります？おお<ー>。喋り手として。いやどどっちでもいいかな。だからなあいや。 意外と俺もそうではあるんですよ。うんでもトークテーマ設けるとそれに寄せないといけないでしょ話。うん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 。意外と2時間もたないときあるんだよね。ああ。だから僕の場合はもう甘く抹茶するんですよね。はい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 。うん。だからフリーも結構悪くないなって思ってます。そうですよね。だからもうたまにはいいんじゃないかなと思うんですよね。そういうこということ。たまには。そうね。そうそう。まあ言っときながら本当に今日はトーク爆発全然してないなと思ってますけど。まあ今からです今から。 フリー初めてだかから俺初めてそうですかはたは多分初めてだと思うよあなたいつもそのトークテーマ自体を番組始まってから決めるじゃないですかでいつもこの始まるなんか何秒前かぐらいに「トークテーマ何かありますか?」っていう暗いテンションで投げかけてくるじゃないですか僕も「ああそうね」っつって答えないじゃないですか <laughs> 答えないですね、はいはいはい、<laughs> ないから<う>であなたが絞り出したトークテーマで挑むんですけど<う>まあネタないんですよ <laughs> <笑><笑>まあこれはまあ,まあ僕の力量なのかも分かりませんけどねはいはいはいまあまあでも今日フリーですからね、はい、思いついた話していきますよこっちも青野軍団さんはい、えー、そういえば、うん、この前取引先の小さい商店に行った時に、うん、小学生の時にかぶっていた黄色い巨人の帽子が売っていたわけお<ー>なんか懐かしいやつさって写メ撮ろうとしたから「うん、もらってったらいいさ」と言われ 普通なら1回は断るさ、うん、ヤシが俺はこんなめんどくさいことしないからすぐもらって帰ったよ <laughs> ちなみに黄色い巨人の帽子俺なんかはキーボーって言ってたけどモーリーとチョウさんもかぶってたかということではいーキーボーでしかもなんかこんなめんどくさいことしないからすぐもらったんだよ大人げなさいよもうちょっともう子供に近かったんでしょうね <laughs> いやでも 写真もね一緒にメールに添付していただいてるんですけど、うん、懐かしいなこれ何棒って言ってたかなおな何て言ってたっけなジャイアンツ棒かなーーあーし、うん、確かに俺なんかもジャイアンツって言ってたような気がする、うん、ちょっとうろ覚えだけどうん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 か、う、ぶ、ん、ってるやついたもんなこれ、うん、あれだろ中に目がネじゃない何ね <laughs> あのカブトムシみたいなう違う違うあれ裏にさメッシュメッシュメッシュもそうだけど緑の薄いプラスチックのサングラスみたいなやつついてんかったこのジャイアンツ棒にこれじゃなかったかななんでついてるのか全く意味わかんないんだけどついてた気すんだけどなどうでしょうね覚えてり僕ら はい、まあ今はないかなと思うんですけどうん、うん、人家名世代なので <laughs> だジャンプしてみーの下」のくだりさっきありましたけど <laughs>、えー、いかにお金を、はい、バレないように隠すかああやったやったジャンプしてもバレないかっていうとこたどり着いたのが帽子の裏なんですよ帽子の裏ねベタじゃないまあまあまあベタですけど、うん、あのー、な,んなんていうかなもう おでこの上の方に、うん、まに帽子かぶっておでこの上の方のあたりに隠すのはべなんですけど、うん、もう耳あたり側頭部の方までコインをこうずらしてずらしてから <laughs> 一つの穴からよ <laughs> <あ>一つの穴からあの札なんて持ってないからねそうそうそのう下ううう小銭ですから <laughs> もう100円ですからそれをこういかにこう側頭部に移すかっていうことやってましたね <laughs> ああうん確かにお金の隠し場所っていろいろ考えるけどねう 意外と被ってくんだよねねそうですありきたりで言ったら靴下とか靴とか帽子もそうですけどありましたけどある日僕ももうお金家に隠そうと思ったんですよ。おで遊ぶときにそこから取って遊びに行けばいいやと思ってで天井の木の何木と木の境目板と板が合わさってるところがちょっとね隙間が空いてたんですよ。はははいいい でそこ僕、椅子に登ったら手が届くもんですから<う>そこにね、あのお金を小銭をこう貯金じゃないですけど、ばれないように、そそそうそうそう親にも黙って、うん、あのいざという時のためにっつって、手届かんくなったからね、入れすぎて。なんで <laughs> だってあのお金でお金押してからさ、あ奥に行っちゃったんで、まだあると思うんですよ。何十円か何百円か分かりませんけど。 バカだなっつって思ってますけどねバカなやに言われてないよ自分で反省するのはいいよなんで人に言わないといけんばいやそういうこともありながらねやってましたけどねえナなさんはいあっ聖騎さん髪切ったんですねあそうなんですよ似合ってますよあありがとうございますあはい、ありがとうございますあのでもあなた髪切ってからいろんな人に言われますよね何が髪切りましたよねってああ言われますね結構切ったからねバッサリね 久しぶりですよ刈り上げしたのあそうですか首寒くて寒くて仕方ないんですよ今全然違う髪の毛って大事ね<ー>冬は特になんか説得力あるなうん <laughs> ねえ <laughs> こほら <laughs> マジでお前は <laughs> いいんだよそういうこと言わなくて一時へえ <laughs> まあまあまあ、いい、まあ、でも、良かったなと思ってますよ。なるほど。多少切った時は失敗したな、これと思ってますけど。はい。もう、もう、そんな一週間経ちましたから。うん、馴染んでますよ、それは。おお。まあ、三月はね、あのー、出会いとお別れのシーズンで。はい。また、こう。新年度に向けて。うん。いろんな、こう、準備をするシーズンでもありますからね。 そうね断発したりとかあ多いかもしれないね、うん、3月卒業終わったらぐすぐ入学とか会社が始まったりするわけですから、はい、いろいろ目まぐるしい季節ではあると思いますけど、ね、いやもうパタパタだと思いますよ本当に卒業の思い出あんまないやつさ俺そういえば卒業してないんじゃないもしかしたらまだ、うん、したと思ってるだけってことそうそうそううんうん、うん、そんなわけあるけや <laughs> 新しいパターンですね、えーえー、たまには本当にベタなツッコミしてみようかなと思ったんですけど <laughs> まさかこのタイミングで BGM 来ると思わなくてドキッとしましたけど <laughs> あなたねやりますね DJ 本当に <laughs> ちょっと後半ちょっとあなたもベタなツッコミを少し、はい、あのスティービーさん言ってましたからそういえば本本当当そうですよあなた全然ツッコまないっつって終始言ってましたから2時間ぐらいかけて。<laughs> あ、それはちょっとや、まあ、そこまで人に言われたらあなたもちょっと考えた方がいいですけど。あのー、対決のコーナーね、少しお休みしてますけど。えーね、僕がツッコミを覚えるっていうのはどうですかね。あ、じゃあ今日早速やってみます。うんうんうん。じゃああのー、まあ考えますけど。はい。まあそれちょっと考えてから後で発表しましょうかね。わかりました。あなたのツッコミ力は上げるコーナーということ、はい、そうですね。わかりました。はい。さあアジクルターラジオ四時台この放送はお母さんの幸せそれは家族の幸せアイレディスクリニック。 株式会社ティーダカンカン不動産株式会社上心組以上各社の提供でお送りしました4時のエンディングはグリーキャストで Like a Virgin Ladies and gentlemen, time now to take a big bite of Ajikuta Radio, Radio on FM 76.1. Come and さあ夕方5時を回りました3月の10日週末金曜日の「アジクーターラジオ」生放送でお送りしていますまあ今日はまはあ、金曜日にあるフリーのテーマは「久しぶり」ということで、うんえー、まあ何でも OK っていうことですねったらねそうね、うん、メール送りにくいよやっていう意見もありますけど、うん、もう皆さんの身の回りに起きた面白い話、うん、懐かしい話何でもいいっすよ、うん、送ってほしいですねはい、うん 1週間のことを振り返ることあんまないですけど、うん、本当に何もなかったなと思うねあ今週ですか、うん、それこそ冒頭で少しだけ話した保育園のことぐらいで<う>それ以降は何もないですねあの確定申告早くやらんとなぐらいいやもうね <laughs> えっと来週水曜日までですからそう十五15日までなんですよだからもう今週末ですよ なるほどドバッとやらないといけど、まあでも僕そんなドバッとやるほどあれもないんですけど、うんうん、どうですか終わりましたいやあの昨日そのたまりにたまってるレシートとかはい、はい、そういったものを一旦こう分別してうん、うん、ガソリンとかうん、うん、経費はこれとか、ね、いろいろこう分別して分け出たんですよそしたら1年間で使ってた要はそのレシートが、うん、山のように出てきたんですね あもう貯めてるとねそれは出てくるけど1年分だからな 1>, <laughs> 1年分だからでこれは確実にもうななんていうの普通に買い物した例えば、うん、雑貨だったり、ま、ご飯だったりとかで、うんえーま、これ経費にもちろん入らないものなんでゴミ箱に入ったんですけど、うん、まあまあな量だったんですよ本当に結構使うよねあのサンタクロースが持ってくる袋ぐらいあれぐらいの大きさに 匹敵するぐらいのレシートがあってから <laughs> 買いすぎやんにそれそ,い<や>そんなんあるかもしれ基本的にレシート僕取ってるんですよ <laughs> はいコンビニであれあ全部取ってるわけ全部取ってるんですよえー、それ仕分けすんの大変くないかもう大変なんですよこう毎年マジかあそうか捨てればいいのかそのいらないものは <laughs> 今気づいたやつや普通そうだ遅さよ 今気づいたな普通そうだろうよ、そ,っかその場で判断すればいいんですよ、そんなもん、そっかそっか、だからもうガソリン代とかさ、例えばそういったなんか必要経費のものを買ったものは取りますけど、はいうん、そんなもん、コンビニ行って、がむかったみたいなの、捨てればいいでしょ <laughs> そっか、捨てればいいんだな、うん、今年はそうしようも、まあうんまあなた、レシートを取っておく癖をつけているわけですよ、だから言ったら全部ね、いいことだと思いますよ。うんうんうん 足りなくなるよりは。どんなかな。でも後々のめんどくささ考えたらね。デで字もこう大変ですね。だからあなたが言うように、<ー>この土日で。もまさに勝負だっていう人もいると思います。<laughs> はいはい。で <laughs> 案の定、来週月曜日こもと思います。そ,そうそう、本当に。そうなんだよね。はい。だからね、あの、いや、あなたもまだみたいですから。はい。 週末お互い頑張りましょうね。これ、ね。そうですね。えー、あの、リスナーさんとか、まあ、フェイスブック、ツイキャスで、あ、ツイッター繋がって、皆さんの中で。はい、確定申告終わったっていうコメント見るたんびに、うん、なんかこう。一抜け感がすごいあるんですよ。ああ俺よ、なんでくしゃらんけどよ、好きってする、ちょっと。あ,あ、そう。<laughs> 心が、あ、やべって思う。<laughs> なんか、ちょっとダメージ食らん,でるんだよ、それ。 やめてくれる、そういう投稿するの早めにやらないといけないですからね俺、17日ぐらいにあげようかな、それ何を確定申告終わったっってそれはアウトじゃないですかそうですね、いくらなんでもああ、なるほど、はい。モーリーさん、イラミナさん、お久しぶりです、ヒロシさんからいただきました巨人軍の帽子、懐かしいですね、緑のプラチックメガネありました。ありな あれはサングラスの代用って先輩たちが子どもの頃言ってましたよあそうなの、えー、自分はタイガーマスクのマント持っていましたということでタイガーマスクのマントを持っていた、うんうん、なぜか <laughs> あそう、うんあまあ、そういうのもありのっつことね、はい、ほらほらあのさっきの軍団さんが送ってくれた黄色のジャイアンツ帽子の裏に緑色のプラスチックの眼鏡、はい、あ,あったんだね、うん、やっぱつい,なんかついてた気がするんだよなへえ 意味もなくあれ出してかぶってみたいなことをやってた気がするのでねやっぱありましたねそうですか世代ですねありがとうございますまあだからタイガーマスクなんかもね言ったらもう世代かもしれませんねうんタイガーマスクは俺なんか世代じゃなくないあのそうですね三沢光晴とかジャンボ鶴田とか小橋健太の世代じゃないですか僕らはそうそう言ってもねあのほら またぶん広瀬さんが言ってるタイガーマスクってあアニメアニメでもタイガーマスクってやってた昔やってたと思いますよね、多分そういう話も絡んでくるでしょ見てないもんね見てないですプロレス自体俺全然わかんないしもうプロレスって言ったらもう筋肉マン世代ですからあ筋肉マンは筋肉マン何が好き筋肉マンミートくんせめて戦う方選べやあれバラバラにされるだけやしや んやばくびんディでえっとねロビンマスクかなああロビンマスクねいたね俺なんかな俺なんかなアシュラマンかなアシュラマン手がいっぱいあるやつだ顔も3つあるばあいつああそう忙しいねうん忙しくはないわ多分いろんなところ見れんじゃないわかんないけどああそういうことね3つあるから見渡せるうん手3本違う6本あったら楽だぜ多分 楽かなな洋服いけまあ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 長袖は確実にないわあそっか半袖はなんかいける気はするよちゃんとしたところ一本出すっしょで横穴開けるっしょ2個ずつぐらいそしたらまあまあいけると思うただ長袖はほら上だけ長袖であとノースリーブになるじゃないですかうんそういうことですよ曲ていですかえ 久しぶりに、ええ、筋肉マンの話題が出たので。あのい言っときますけど、僕、つないでたんですからね、そ <laughs> 曲までの間に <laughs>。<laughs> <laughs> 当たり前じゃないですか。あなた曲探してんのも見えてんですから、こっから。そうなんだ。はい、リングに。<laughs> さあ、5時のオープニングは串田明で筋肉マンゴーファイお送りしました。この放送は社会福祉法人人福祉会道場保育園、花風美里保育園の提供でお送りします。 さあ世界遺産でロックフェスグスクロックフェス17ということで、えーまあ、久しぶりの、まあ、2年ぶりかな、うん、開催になるんですけれども、はいえー、沖縄県中城跡特設ステージの方で、えーまあ、やっで世界遺産をバックにステージを組みまして、うん、そこでこうロックのイベントをやるというグスクロックフェス。 うん、今回で2回目を迎えます3月の20日春分の日、まあ、あの祝日での、ね、イベント開催になるんですけれどもぜたくさんの皆さんに世界遺産にでまた世界遺産でお届けされる、まあ、豪華アーティストの音楽を楽しんでいただきたいということでございます出演のアーティストなんですが沖縄からキーヤマ商店シャオロントーザスカイフィーチャリング今井明信ディアマンテスザ・ワルツフィーチャリング下地勇 で、また、あの fec のえま 500a 賞さんはじめね。大谷のぞみさんとか。まあ、今回はライブでの出演となっております。で、それ以外にもですねザ。ザホーフラックスーグリムスパンキーえ貝の。 そしてザ・バースデーという、ね、メンバーとなっています、まあ、これがあの「サマ丸ステージ」というタイトルがついていて有料のエリア、うん、でまた無料のエリアということで、まあ、次こそサマ丸ステージをということで下克上エリアというふうに設けられております、えー、今井明信佐藤実重いトランスサマーユー37度モノクロームシャルマイケン・アカネブンバ ボディーソニックなどななどどが登場すする予定となっております当日の料金が4800円マイルチケットが3800円13歳以上20歳以下が1000円で入ることができます学生さんは1000円ですそして中城村民割も聞いて2800円での販売となっておりますなおお子さん12歳以下ですね入場無料となっていますのでぜひお近くの方 誘い合わせの上、三月の二十日足を運んでみてください。はいはい。いや二年ぶり。うん。いや帰ってきましたね。帰ってきましたね。たね前回のグスクロックも二人でね。はい。ちょっとシャオロンツーザスカイの物品販売を、うん、お接待させていただきましたけれども、会場すごいんだよねあれね。そうですね。やっぱねあの世界遺産の中グスク城市をバックにして、うん、そこにステージを設けてまた今回もやるんですけど。うん もうなんかねその景色がちょっと俺忘れられないわ<ー>他の野外フェスとはちょっとね、うん、雰囲気がやっぱ違いますよ確かにな、うん、そして今年はメンバーが、うん、まあ前回もすごかったですけども、はい、もうそうそうたるメンバー並べてきてますから、うん、もう楽しいの間違いないですね、うん、そして今回はそのチャレンジステージ、えーはい、下克上ステージですか、うん、ということでフリーで観覧できる 場所も設けてあるので魂さんも昨日言ってましたけど、うん、家族連れでも楽しめる、うん、まあ言ったらアミューズメントパークみたいな,なそんな一日になるということなのでぜひ足を運んででいいたただきたいですね祝日ですしね、はいうん、楽しみですね。 あのフードエリアも、まあ、ラーメンだったりハンバーガーだったりとかいろんなこうお店がこう並んできますのでそこの会場に行っていただければ、まあ、音楽を楽しみながら美味しい食事も楽しめるということでございますーいやーいいね前回2年前行った人は、はい、今年絶対行くと思いますだからねそのぐらいの迫力がありました、まあ、僕もですね、あのー、一昨か うん、物販やりましたけど、物販楽しいと思った <laughs> 俺、俺も。<laughs> 結構長かったじゃん、あれ。まあまあまあ。一時間ぐらい二人で座ってたの。そうですね。で、シー売れた、嬉しいんだよな。自分のでもないのに。そう、あのバッジが売れるだけで、もうめっちゃありがたいっていう気持ちになって。<laughs> 俺、あん時だぜ、なんかもうデイジ心からありがとうございますって <laughs>。<laughs> 言ったの、ナチュラルな気持ちでね。はい。 楽楽ししみかったでですすけどね今年もそのう、はいえー、グスクロックフェスの出、ね、催の魂さんの方から、はいまあ、チケットプレゼントをいただいておりまして、うん、ペアで3組の方に、えー、プレゼントいただいておりますので、はい、希望の方がいればです、ね、県名の方にグスクロックフェス本文にお名前と連絡先、そして、えー、取りに来れる方に このコザにね、取りに来られる方に限りますので、えー、メッセージ一報ください。メールは76、761アットマーク、fm コザ .jp、761アットマーク、fm コザ .jp でお待ちしています。以上、グスクロックフェス17のお知らせでございました。 さあん何週間ぶりかにお休みしてましたけど対決のコーナーやったろうと思ってるんですよ。3週間ぶりぐらいですかね。そんななりますかちょっと忘れてたのもあるけどサボってたかんね。あそうですか。逃げてたと思う逃げてう。やっぱね対決のコーナー本当ご存知の方は分かると思いますけどやっぱ辛いんですよね。 <あ>やってる方も聞いてる方も僕から逃げてたってことですかねいや,いやいやコーナーから逃げあっコーナーから逃げてよそういうこと言ってんじゃねえんだよあそうですかそんでね、まあ、今週ちょっと復活してみようと思ってるんですよなるほど、はい、じゃあ早速いきたいと思います、はい、久しぶりですね対決のコーナーこれね 今日、あの、番組中にも少しだけ話出ましたけど、今日はあなたの成長企画です。お、僕の成長企画、いいですね。いいですね。楽しみですね。あなたのチャレンジ精神は本当にもうね、見上げたもんです。ててて。なんだまや、このテンションの上げ方まで。成長、成長。あ、上がったわけだ。そうそう。ちょっぴんやし。覚悟しときなさい、あなた。はいはい。もうちょっと振り返りますけど、何回も言いますけど、今日はあの、夕方、工芸フェアの会場から2時から4時まで、ミスタースティービーさんと、 やらみで放送してたんですよ<お>その時にスティービーさんがさんざん言ってたんですけどあなた、うん、人のボケに対してツッコまなさすぎるとなるほどいうことを言ってたもんですから気が優しいのかな <laughs> 突っ込んじゃ悪いって思っちゃうのかなもうほんと突っ込みたいわそのこともコメントにマジで <laughs> <laughs> 成長してないよ家全然 <laughs> あ,あ,あなたね自分で成長させるのやめてくれる <laughs> 人に決めてもらわなさいよそういう,そういうことね今日は、はい、僕、うん、ボケますんでお<ー>あなた突っ込んでくださいねこれ、えー、何 まあ、あなたツッコミ得意じゃないですか得意っていうかやりたくてやってるわけじゃないんだからねこっちだってツッコミを覚えるためにどうしたらいいんですか知らないよ俺だって学んだことないんだからさあ思ったこと言えばいいんですかああそうだそう言われてみるだそう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 だそら。だからうそうだ分かんないよそれあ周りにボケがあんまりいるもんでうん、まあ、自然となってるってことですね、まあ、楽っちゃ楽だよね、うん、だってボケなくていいんだもん

正しい突っ込みを入れていた。わかりました。正しい突っ込みっていうのも変な言い方ですけど。わかりました。まあわかりやすくね。いいですね。いただきたいと思います。じ僕あの司令と何かのお話をして途中ちょいちょいボケていきますんで。あ突っめばいいですね。あなた今だと思ったらボケてください。わかりました。はい。突ん突っ込んでくださいね。はい。あ突っ込んでください。はいはいは突っ込んでくださいね。でそれまあ僕なりに。 今のツッコミ良かったわって思ったら「てってれ」みたいなの押しますからなる分かりました分かりましたじゃあちょっと23分ぐらいかなたわいもない話ちょっとさせてもらいましょうかねはいボケるっていうのこれ話しててボケるっていうプレッシャーこのプレッシャー半端ないな俺電子はビビってるけど何自分で言ってんのかなと思ってますけどねいや本当じゃあいきますねはいしでねいやも 本当に難しいお題を出してしまったなでもね今日本当ね天気もよくてねあっちこちしてますけどねバカか <laughs> <laughs> いいじゃないですか出えそういうことですかあこういう音が鳴りますよっていうことですからははははレベル上がったのかなああ、まあ、ちょっとね 1>,、うん、1ミリねいやでもね僕も最近本当ねなんかいろんなことはあるなと思ってねほう,うん例えば なかなか仕事もね、うん、ちょっとまあうまくいかないって言っちゃあれなんですけど、うん、あんまりこう上がり上司じゃないんですよあそうなんだだからね<ー>本当夜ぐっすり寝れ,寝れてますよ本当に、うん、子供か <laughs> 迷ったわ今 <laughs> いやあのええ、ままま、俺は最後にしよう <laughs> まとめるわ俺 <laughs> 分からんから ねまあ、そんんなこなでね夜もぐっすり眠れてるんですけどもでもね朝はね意外とやっぱり目覚めよくて<お> <laughs> あの昼の1時には目が覚めるんですよ。スヤスヤか <laughs> <laughs> 俺の俺のフラストレーションだけがどんどん溜まっていくやつ <laughs> <これは笑>あなたリズム変えるとかないわけ <laughs> オオッッケケーー大大大丈丈<夫>丈夫大丈夫大丈夫,大丈夫分かりました、ねはいまあそんなこんなであの目覚めもいいんですけど <laughs>、うん、夜もね、まあ、早く寝れるっていうのはもうほんとありがたい生活させていただいてはいるんですよ、うん、もうあなたもそうですけど周りの人に恵まれてね本当、はい、ねもうこの感謝の気持ちでいつかあなたにもねたっぷりごちそうになりたいなって思ってるんですよ仕事してる <laughs> いやいつのを突っ込んでるわ <laughs>、まあ、ごめんごめんダメだ俺,俺が我慢できてないわ <laughs> 腹立つわこれマジでデ時ジ我慢の時間やさ <laughs> だねなそういう希望さんどうですか最近お仕事の方は順調に いやあのー、昨日今年初めての4時半に起きて、現場に6時前に着くという経験をしましたね早朝からお仕事でそうなんですよ、ああ、そうですか、いや、もう眠たかったんですけども、えー、なんですか、その時はもう朝ごはんもしっかり食べて、現場には臨まれたんですか、えっとねカロリーメイトの半分と、おにぎりを食べましたあははなるほどおにぎり100個食べたということですね、1個、1>, 1, 個1個。1> <laughs> <laughs> 抜いいてんじゃなよこっちだって大変なんだからさそんなボケ方したことないんだからよじゃあもう朝ごはん食べられてやばい望まれて早朝の現場ってどんな感じなのいや暗かったですねあんまり朝早いのってさ僕も経験ないですけどやっぱ朝早い現場って言ったら早朝のゴルフちょっと思い出しちゃうかで最近ちょっとゴルフ行けてないんでたまにはちょっとね ゴルフクラブ担いで、うん、あの海でも行って、うん、さっと泳ぎ,泳ぎたいなって思ってるんですよ山だよ <laughs> <laughs> サービス <laughs> 山でもないけどって <laughs> コースだけどって <laughs>。 まあまあそうやってちょっとスポーツして汗かくのってね、はい、やっぱいくつになっても続けていきたいなっど思ってはいるんですけどいつまで続くかな <laughs> わじわじすそさ <laughs> だからまあそういうのを続けていきたいなと思うんですけどなかなか時間がねないっていうのとあと友達がこう集まらないっていう年齢になってきてて友達いないのかな<あー笑>やっぱそれぞれ友達もやっぱ家庭持ったりするとね その家庭の事情で家出づらくなったり週末集まってゴルフ行こうぜっていうそんな話もできないんですけどね最近義尾さんなんかやってみたいスポーツとかありますかいやもう,もうずっと前から言ってるんですけどロッククライミング。 あロッククライミングあの壁とか障害物があって、うん、それをこう掴んでポイントポイントを掴んでゴールにたどり着くっていうロッククライミングしたいんですけど,なるほど沖縄でもずいぶんできるところがあるらしいですよねそう,すよそうなんですけどなかなかこういけないですね、うんまあなた身長高いですからそ<う> 1>, 1人よりロッククライミングあのスタート早いかもしれないですねもうすぐ届くんですようん、うん、おーい <laughs> <laughs> ちょっと今も終わりな。反省会にしよう、反省会。<laughs> ええ、<laughs> いや、なんか、俺、まあ、まあ、俺の話もそもそもだよ。そも、そもそもだとは思うよ。<laughs> 俺は後で自分で反省するわ、それ。いやだよ。本当にないな。<laughs> <laughs> じゃな,な,なんだろうな。や,うやっぱりこう、気が気、優しさが出るんでしょう多分ね。あそううん。だからもう、言っちゃいけないなと思って。 あ人にあんまり冷たく当たれないそう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 いうことですかそうそうそうあでもそんなあなたの優しさが、うん、ボケてる人を傷つけてる結果になってるんですよあそうですかそりゃそうですよやっぱり拾ってあげないと根にもたれますよ根にもたれる、うん、もう根にもたれすぎてあなたネギもらうかもしんないですよ誰から <laughs> 誰から誰から <laughs> 間違った間違った,違った <laughs> 何がた 誰からじゃないよや。あなたも少しはやっぱり拾うようにしてあげないと。なるほど、あの月目のアシスタントいるから。あ、親やにも怒られただろう。あ、なんかそうですね。車、あの急いでたんだけど。思わずあの路中して、迷路送ったって言ってましたね。あの、次の日かな。親に会ったんですよ。あ、次翌週か。会って。あれは決して、正いさんを滑らすためにやったんじゃないと。あなたに対して言ったことに。 あなたが僕のせいにしたんだということで二 <laughs> 人で倒そうなう会議してましたねああそういう,ねそういうことですから久しぶりに対決のコーナー、はい、チャレンジ企画ですね、うん、やってみましたけれども、うん、ちょっとこういったイレギュラーな形でもまた今後やっていてお互いのトーク力をスキルを伸ばそうということを分かったのが、うん、ツッコむ人っていうのは、はい、テンションが高いですね、言ったら。 あまあまあ、まあ、そういう人が多いのかもわかりませんねやっぱりこうテンション低く突っ込んじゃうと「うん、何これ」ってなっちゃいますねあ言い方によるんじゃない、うん、僕もそんなギャンギャン突っ込むわけでもないですから、うん、そんなに、うんうん、ボソボソ言う時もありますから、うんうん、心の中でね OK、うん、<laughs> 以上対決のコーナーでした カフミチオ保育園プレゼンス未来課内。さあ時刻は5時33分になりました。子どもたちのコーナー未来課内の時間です。このコーナーは社会福祉法人人福祉会道洲保育園カフミサト保育園の提供でお送りします。 さあ今週1週間は沖縄市の道代保育園の子どもたちのカレーパーティーの様子を聞いていただきましたけれどもいよいよ明日はですね3月の11日、花風三里保育園の子どもたちの卒園式が開催されますまあ今回、年中さんがですね卒園されていくんですけれどもその年中さんを送る卒園式の方が花風三里保育園の方で行われていくということでございます。 県立の,の幼稚園に行くことが決定している子どもたちもね、うん、多いというところですけれども、えーまあ、年少さんとか他のの園児の皆さんがですね2、まあ、ににね,えねえをね送る、まあ、そんな卒園式が明日花風美里保育園で開催されていくというところでございます。でえー、来週の月曜日が ドッジボールということでこれは三千保育園の子どもたちとの対戦になるということなんですね、えー、先月2月にまあドッジボールの大会があったんですけれどもそこにこう参加できなかったカフーミサトの子どもたちと三千保育園、えー、年中さんは優勝しましたで年長さんはまあ準決勝で負けてしまったという結果だったんですが、まあ、そんな三千保育園の子どもたちとのドッジボールの対決が待っております えー、まあ、あの突、ー、然してもですね3月の30日までをねあの保育として受け入れをするという架空美里の、えーまあ、体制でございますので、まあ、新年度も、まあ、これからどん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 ね準備ということで忙しくなっていきますが3月の30日までやっているそうなので、えー、どうぞご理解よろしくお願いいたします。 で、えー、3月の31日頃になってくると新年度の準備ということで家庭保育をお願いしていくというところでございますもう目の前にも4月が見えてきてますんで、えー、その準備ねもう忙しくしている方も多いと思いますが保育園の方でもねそのうなご準備もやっていらっしゃるということでございます、えー、来月は4月の3日入園式が開催されていく予定だということです ちなみ三道代保,保育園の子どもたちは年長さんがね、今回卒園になって4月からは新1年生と小学1年生になっていきますその辺の話もね、レコーダーを持ってまた録音もさせていただきたいと思いますのでまた来週は沖縄市の花風三里保育園の子どもたちを紹介していきたいなと思います。 未来家内このコーナーは、社会福祉法人人福祉会三千代保育園、花風美里保育園の提供でお送りしました。<music> さあ、5時三十六分になっています。アジクーターラジオももう終盤戦ですね。はい。 まあ今日はフリーというテーマでやっていきましたけれども。そうね。まあ。たまにはいいかなって思ってますよ。あ,あ、そうですか。フリーも。うん。まあ、そんな大した話なかったですけど。うん。うん,うん。まあ。それよりも何よりも。さっきの対決のコーナーの話をするかしないかで、今僕すごい悩んでますけど。どうします。いや、やめときましょう。わかりました。うん,う,んうん。うん、えー。うん。え、テントウさん。 対決のコーナーは毎回聞いてる方が恥ずかしくなってボリューム落としちゃうということでリスナーの心も鍛えられるなるだけ聞かないようにしとこうっていう <laughs> 一応は <laughs> そもそも聞かないんかいダイヤルを変えるとかではなくてボリュームは絞ろうかなといういややっぱあれじゃないあの怖いもの見たさみたいなもんで、うんあのー、全く聞かないってわけにはいかないと思いますよ <laughs> あそうですか。<laughs> ええええ、あそうですそんな気がする。あそうですか。うん、こったは何やってるわしに怖いやつだって思いながら心配だもんだって。<laughs> だからチャンネルはねなかなか変えられないと思ってんじゃん僕。あそうですか。うん、大丈夫です大丈夫です、えー。ラジオネームチャッキーユナミネさんから <laughs>、はい、久しぶりのメールですね。はいご無沙汰してます、えー。モーリーさんセイキさんディスナーの皆さんこんにちは。こんにちは。ちは今日は久しぶりにアジラジ聞けています。うん、今日の対決のコーナーひどすぎ。<laughs> 県立高校の合格発表を来週に控え、あまりにも滑りすぎ <laughs> <あ>、えー、昼間の奥さんの次女様が推薦入試で合格していることをお祈りいたします。ラジオネームチャッキー夜波ねえさん。はい、ありがとうございます。はいうん、いや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 、滑ってるのは僕こっちの話ではなくてね。うん、いやいや、それはもう頑張っていただきたいと、思ってますよ。うん、やっぱやっぱ出ましたね。何がですか？<laughs> 対決のコーナーやばいって。<laughs> でもき聞,聞いちゃうんですよ。でも。 そうういもんんなですかねいいいやそううもんんななじゃのわかりませんけどもうほんとね多分俺外で聞いてたらすげえ恥ずかしいと思う聞いてる方恥ずかしいやべえだろこいつらみたいな思うと思うんだけどでもチャンネルは変えられないと何の自信をつまんでるのかなこの自信はわからんけどなそうそう思ってますけどねはい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  えー、さあ、えー、残り時間17分となってきましたけれども今日はですねこの後、えー、WBC ということで日本対中国戦が予定されております、はい、試合がね、うんまあ、ここまで2連勝している日本ですけれども、うん、もう2次ラウンドからもうねそれが見えてきてますが、はい、ただ、こうやっぱり。 世界大会ですから日本国内では今現在、まあ、日本ホームでやってますけども、うん、アウェーで戦った時どうなるのかなっていうのが正直ありますね。あそのあのごめん僕 WBC ちゃんと試合見てないんですよ、うん、今回見れてないんですけど初戦、うん、キューバだったでしょはいはい、えー、で2回目がオーストラリアオーストラリア、うん、えっとどうなの今年じゃあ今,年は今回の日本代表強いんすか えっとねあのー、まあそんなに僕も分からないところもありますけどうん、うん、試合を経てどんどん出来上がっていくんじゃないかなって思ってます実戦を経て仕上がっていくと。言ったら、まあ、各球団のね その選手が集まって今回の WBC の日本代表のチーム組んでるわけですからただ、キューバに対象したんでしょいやでも、あのやっぱ相性とかってありますからね。ああそうういのもるんだねま確かにあなたの言うようにホームですからね、今ね。だからドームでやってた試合がじゃこうアメリカとかの他のところに行ったときに芝生になるじゃないですかグランドになるじゃないですか。でそのの辺関係もああってま 守備のね、うんえー、連携とか、うん、ああれってボールもちょっと違うんだって？まああのー、w b c 用のねボールですから<ー>ちょっと大きいのかな。あ大きいんだ。うん、あそうえそれはえっと日本のいつもプロ野球で使ってるボールより大きくて。うん 外国のその選手たちはいつもそのボール規格のボールを使ってるってことになるの？まああの日本だけじゃないと思いますけど。あまあ別の国も使うの。そう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 まあただこう滑りやすかったりとか、はい。逆にあの変化が効きすぎるとかね。あ、そういうのがあるんだ。いろんなことがあるらしいですが。 まあでもそれに向けて調整をずっと日本選手もキャッチボールとか、うんうん、あノックも含めてやってきていると思いますんでなるほほどねね頑張ってほしい、ね、まあただ、メジャー組が本当に青木しかいないんで、うん、その辺も国内で仕上げてはいるんですけどうん、うん、ピッチャー陣が結構ねあのー、ディリーフだったりとか、うん、あのめちゃくちゃいいんですよ。あーそうなんだでチームがすごい一体感を感じるなと思っててうーんなんか 確かに結構若いメンバーというか、うん、年の近いメンバーでやってるなって気はする、うん、あんまりその個人個人の年が何歳とかはよく分かんないですけど、うん、なんか結構仲良くやってんだなって気はしますねう練習風景なんかがね。うん なんか動画で流れてたりするのよ。あはい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 。そういうのちょっとだけちょっと見るとなんか結構一生懸命やってる中にも楽しそうにやってんだなっていうのがちょっと垣間見えましたけどね。そうですね。いい雰囲気ですね。まあこれからじゃないですかね。あ厳しくなってくるのは。なるほどね。いややっぱりこう何が起きるかわからないし大量得点取ってもそのまあキューバとの戦いの時もあもうこれ対象かなと思ったけどまあ点数返されて。 3点差ぐらいまでかな、中盤か、追いつかれてきてたんだ、そう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 、何があるかわからないんで、これは、うまあまあまあ、今日はね、このあと中国戦が開催されるということらしいですね、はい、楽しみですね、さあピーチベルシルバーさん、してからに今日は給料日だから、おいしいもんでも食ってこうね、週末、金曜日でもありますけれども、給料日。給料日かうん いいね給料日は何かおいしいの食べるみたいな風習義母家にはあんの、うんないあないかないけども、あのー、肉食べたいねってなったら糸、うんあのー、満にある県民ステーキっていうところ行ってますあえー、それどこだっあーなんかめっちゃ聞いたことあるなあのー、焼き石っていうのがあって、うん、その焼き石の上でちょっとこう自分でミディアムとかウェルダンとかを焼けるっていうあ,あ,あ,あそう。 やっぱ行きつけの肉食を釣ったらここ行こうみたいな店あんだそうそこですねもうね俺もあんのよおうあるあるおあの那覇のビッグハート那覇ね那覇店あんまり言えないけどうん那覇のビッグハート違うんすよあそうですかうんあ、やっぱあるんですかねその辺ねそうそうあのいろんなとこにあんじゃんうんいろんなとこ行ったことあんのようん は違うんすよほう多分一番古い店なんじゃないかな店のり歴史があるうんうんうんだと思いますけどねごめんなさいちょっと僕の勝手な感想ですけどまあでもありホットモットさんとかでもゴーヤチャンプル一つにとってもここはこういう味でとかあるらしいですねあやっぱり作ってるのがもう人間ですからねやっぱり人それぞれ調味料の具合は決められてあんだろうけどやっぱそれは違って当然よねそれも言えば 生き慣れてるからこそですよね、言ったらね。まあね、それの違いが分かるっていうかね。そそううさあ、MJ さん、h i h イ s i d j モ o ーセ s e x y 世紀、MJ です。この前、久しぶりにあーちゃんのところにメッセージを送ったら、これ毎週水曜日の放送ですかね、水曜夜8時からやっております。また本身を読まれたよや、素顔を隠して戦ってる覆面レスラーのマスクを剥ぐ感じ、素顔を出せ、こんな薄っぺらい皮向いてやるというメッセージでしょうか。 あの恥ずかしい対決のコーナー聞きそびれたもう一回やってやるかや <laughs> iPhone から送信ということでいただいております <laughs> まあ,ありがとうございます、はい、そうですね先週あ今週か、うん、メッセージいただきまして、うん、MJ さんの名前を読まれそうになってましたね読 <laughs>、うん、め読めって思ってましたけどね僕はね <laughs> まああーちゃんだったら許されるんじゃないかと。はいはい、そうですね<ー>、まあ。頑張ってますからね。はい。ありがとうございます。頑張ってますからね。<laughs> <laughs> それそれどういうことですか。死に片付け方が雑だったな <laughs> 今な。俺も今だいぶ雑に片付けたなと思ってちょっと反省してますけど。えもうびっくりした今。そうですか。あ,<ー>ありがとうございます。さあ,あの今日のこの後の天気ですけど、はい、なんか雨がねちょっと心配で。うんえー、東の風のちやや強く曇り。夜は雨。 波の高さ1.5メートルのち2メートル降水確率70%の見込みということですね。ね 3月の11日、沖縄県内でもいろんなところで卒業式、中学のあるようですけれども東の風やや強く雨、時々曇り波の高さ2メートルのち2.5メートル、えー、この後日付変わって0時から朝方まで70%、えー、午前から夕方にかけて40%から70%の見込みとなっています朝の最最低気気温温度度日中が最高気温19度となっています。うん えー、明日明後日でまた週明けとちょっと傘マークついてますね。ああそう。う,ん,うん。天気悪いか。うん、はいはいはい。まあ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 仕方ないでしょ。うん。うん。まあ週末土星家にこもりますしね僕ね。あそうですか。うんうん。うん、確定申告あるんで。あまあじゃあそれの準備というかね。<laughs> そうっす。やらないといけないですからね。はい、はい。さあ三月の十一日ということ出したは、えー、東日本大震災からまあ六年、うん とといいうことですねはいえーまあ、沖縄の漁師、まあ、にもね、えーまあ、今月に入ってからこの震災に関するいろんなこう記事が取り上げられてますけれども、うんえー、ちょっと紹介しましょうね、えー、東北地方を中心に甚大な被害を出した東日本大震災は11日で発生から6年を迎えます沿岸部を襲った津波や東京電力福島第一原発事故に伴い岩手、宮城、福島 3県の内外で避難生活を送っている人はピークの時の4分の1程度まで減ったものの、えー、現在でも12万3000人に上っているということですね、えー、プレハブ仮設住宅での暮らしを余儀なくされている被災者は1月末時点で3県に3万5000人だそうですただ自宅を失った人向けの災害公営住宅の完成が早かった岩手県など、えー、また 仙台市などはすでに全員が退去生活再建の進み具合には地域間の格差が目立ち始めているとということですね、はい、う現在でも避難、また転居されている方が12万人以上に上るということですね。はい、あ6年にななりまますか、うん、うんなるほどね、まあでも 本当にその完全な復興を目指してほしいというのはありますけれども果たして完全な復興ってなんだろうなっては思ったりもしながらね、うんうん、ただまあそう言いながらも。 今こういった被災された方々の早い復帰をちょっと望むばかりですよね、うん、まあ6年という歳月が短いのか長いのかってはちょっと考えますけれどもあっという間かなっていうのが素直な感想ですかね、うん、もう6年経ったのかっていう感じですね明日あ日実は FM 小里、うん、そして FM 宜野湾そして那覇にある FM 那覇の3曲を同時中継して、うん。え その三点一一特番というのをですね、午後二時から四、うんえー、時まで二時間放送する予定となっております。うん、各市の市長にも、うんえー、ゲストで来ていただいて、はい、その三点一一にまつわるお話、えー。少し振り返りながらね、ご紹介するという。スペシャルな特番が明日ありますので、うん、ぜひ、お近くのラジオ局のチャンネルに合わせて聞いてみてくださいと。 と、はい、いうところですねじゃあこれ FM 小と FM 宜野湾と FM 那覇初めての試みらしいですよ<う>この3曲つなげて<う>同じ番組をやるっていうのはそれぞれの地区の市長さんまたはあのパーソナリティの方々のお話なんかがまあいろんなところで聞けるっていうね新しい試みになっておりますので、うん、ぜひあのいろんなリスナーさんが参加していただければと思います。はい でですね、今度の日曜日、はい、沖縄市の三里公園で毎年やってるものなんですけれどもキャンドルナイトああなんか告知見たなあ見ましたフラ,フライヤーかな今度の日曜日の午後4時から三、はいえー、里公園の方で開催されるということでたくさんのこう、ね、キャンドルなんかもありますし、えーまあ、みんなでね、えー、震災のことについて考えていこうということで。うん ちょっとさっきも天気の話しましたけど週末があんまりこう天気よろしくないんですよね。あまあ天気が曇りで持っていただいて雨降らずでね週末迎えられたらいいなと思いますね。そうですねはい、うん さささあさあさあということで、今日の2時間の生放送もそろそろお別れの時間ですけれども、この後の番組は、夕方6時からははいえーオネ・カラーズのちむどんどんラジオ、選手分の再放送をお楽しみいただければと思います。はい で7時からはサンサンズの「アビブサカッティフラーデナイト」の放送ということで毎週、居酒屋収録をやってまして、はい、でその居酒屋での、えーまあ、美味しいメニューだったりとか、うん、まあ地域の情報だったりとかサンサンズさんの活動の、ねえー、お話をさせていただくそんな時間もありますのでこの後も聞いいててみてください、はいあのー、サンサンズさんの「アビブサ」ですけど、うん、毎週居酒屋収録してるじゃないですか。うん ほんとすすごいなって思ってるんですよ<う>実は<う>居酒屋収録の大変さを何て言うか感じさせないトークですよね居酒屋収録の大変さを感じさせないトークはいはいはいよく出るんですよ、うん、僕もやったことありますけど居酒屋収録というやつを、はい、はいはいはい。 途中ね酒入っちゃうとラジオって忘れちゃってそういうことかかなんそううい感じで喋れないんですよ。だけどサンサンさんも長くやられてますからねそれがもう本当に体に染み付いてらっしゃるんだと思うんですけどちゃんと番組としてもあなた編集されてますからあれですけどだからね本当難しいことなんで皆さんそこら辺ちょっと頭に置いて聞いてみてください。すすすごいでよよあれもうっってらしゃるな って思う一つの合図があるんですよあるわけ席を立たれるときに先輩がねサンサンズのお二人のどちらかが席を立たれるときに僕の肩に手を置いて通り始めたらお酒がだいぶ深くなったなとで、わかりやすい最初のテイクレとエンディングのテイクレの時の読み方が違いますこれはもう確実にお酒が入りまして <laughs> ちょっとこうイヤンベイになってるっていうところも <laughs> 最初と最後では違うっていう楽しみもあります一応あ。そういうこともあるわけですか、はいはい、<laughs> なるほど 盛りだくさんですね。そういう意味ではね。そうですね。はい、もっと楽しい番組ですけどね。まああの三月の二十五日にですね、神内先生とか三三助のまあ三人だったりとか、福原楽さんだったりとか、あとアーティストのココが登場する舞台が実はありまして。あ、そうなの。はい。で、まあお笑いポポをご存知の方がいれば、まあそのお笑いポポ。 みたいな感じのちょっとこうね、えー、舞台があると伺っておりますので。はい。えー、これ3月25日でございます。はい。まあ詳細等はねまた改めて来週以降にね発表、うん、またはゲストに来ていただきまして、うん、はいあのー、宣伝の方していこうかなと思ってます。はい、いいですね。なんかそういったその先輩方が懐かしい集まりでこうやってくれるの嬉しいね。 そうですね。たまらんね。うん。本当そうですよ。楽しみだな。あ、昔の、あの、お話を、ということらしいですから。あ、そうですか。はい、はい、はい。ぜひぜひ。ここさんがね、どこ、どういう場面で、どんな形で出るのかっていうのが、非常に、こう、僕もわからなくて。ね、えどういう絡み方になるのか。そうなんですよ。楽しみですけれども。うん。歌で絡んでくるんですかね。いや。歌もそうだし、多分、演技をされると思います。あ、そういうこと。はい、はい、楽しみですね。 さあ、2時間生放送、アジクーターラジオ。この放送は、社会福祉法人、人福祉会、道場保育園、花風三里保育園の提供でお送りいたしました。また来週は3月の13日、月曜日のアジラジになりますね。えー、週末金曜日、ここまでのお相手は、DJ モーリーと、イラミナセイキでした。また来週。